ツイッターランドで一番激しこ、激しこっていうかな、なんて言うんだろう、使える動画や画像を出してるのは中国のエロおかしか方ないと思ってるから、日本語で書かれている業者には興味ありません。台湾もいいぞ。台湾は見たことないな。めっちゃわかる。中国のやつやばい。そう、やばい。興味ないねってなんて検索すればいいの。中国エロアカ、中国のエロアカをおすすめしてるサイトがあるから、人気のアカウントとかを教えてくれるアカウントがあるから、あとはもう好きな人を見つけて、あとまあなんか豆知識というかライフハッカーなんだけど、そういう動画とかを出してる人をリツイートしてる人のあのページに飛ぶと、大体似たようなのばっかりリツイートしてるから、そういう人たちから飛ぶのもおすすめですね。あった。見つけてる。嘘だと思って調べてみたらマジでできた。いや嘘なわけないだろう。三ツ星ななみがその手に関して嘘を言ったことがあるか。有益な性知識しか教えん。